どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、見ても分かる通りですね、ただいまハルパパさんのクランにお邪魔しております。ハルパパさんのですね、入隊クランの入隊条件とかですね、ハルパパさんの YouTube チャンネル、動画概要欄のリンクにですね貼っとくので、ぜひともご覧ください。ということで今回はハルパパさんのクラン、私今出ております。このですね戦いを、ハルパパさんの攻撃を私が実況するというコーナーでございます。ということで早速実況していきたいと思います。はい、ハルパパさんが攻めるベースはこちらとなっておりますね。まあこのベース結構見ますよね、結構有名になってかなと思います。オメガさんもですね、ハルパパさんガンバということで、オメガさんも見ております。いやこれね、他の方の実況者をですね実況するなんてまずないですからね。私初の試みでございます。さあ、もうまずライブリプレイを見るっていうボタンをしっかりと押すところから始まりますね。さあ来るか来ないか、来ますよね、多分もう来ますよね。違いますよね。さすがにハルパパさん20番ぐらいは攻めないと思うんですけれども、ハルパパさん2番で来ました、押した。さあ始まりました、ハルパパさんの実況でございます。さあどこから攻めるんですね。編成はおそらく4面攻めか、あ、4面攻めではないですね、おそらく、ゴレヨンで攻めるとおっしゃっていました。あ、この出し方は4面ですね、おそらく。はい、まずここの時点で援軍を釣るんですけれども、さあウィザード4体、残りのウィザードが10体ということで、まあ10体いれば基本的にいいですね。さあこれ 7%、 あ、これはうまいですね、あ、これはうまいです、これはうまいです、本当にうまいです。あのやはり援軍釣り出しの時点でやはりその 10% 稼ぐことが理想なんですけれども、ここの対空砲が破壊できて、ここで大工の小屋も破壊することができました。これは成功率上がりますよ。あのやっぱ4面攻め攻めてる時に、あの最初のパーセントでしっかりとパーセント稼げるという非常に安定感あるんですけど、まあ、さあこれウォールブレイカーがちょっと失敗しているのか、それともこのバネトラップとかを確認しているのかということなんですけど、あ、こちらでですね、すいませんしっかりと穴開けができております。さあここでですね援軍釣り出しという形なんですけれども、残りバーバリアン5体ですね。残りバーバリアン5体でこの遅いネクロマンサーを勝利するのは結構至難の技ですね。釣り出すのはここでもうおそらく、そうですね、バーバリアンで釣り出して、もうそろそろネクロセットが出てくるかなと思うんですけれども、結構端で釣るんですね。さあここでゴーレム出してきました。ここでウォールブレイカー厳しいですよね、多分。さあ結構大きく、面を取ってきてます。ここでウィザードが10体しかいないということで、さあここで中心部ちょっと援軍処理にちょっとこうサイド、左サイド右サイドやられてますね。ここで自分のネクロセットが出てきてですね、ジャンプの呪文はどこで打つんでしょうか。さあここで序盤に援軍が、まあ、勝利援軍と対決なんですけれども、ここでクロバルによってですね、ペッカ死んでますね、ペッカが。いやこれはまあ行けますよ。おっとここでレイジですね。いや行けますよ、これは。いやこれは行けますよ。さあここでですね、ちょっとバーバリアンキングと、あ、ペッカさんですね、死んでないですね。もうほぼほぼ瀕死状態ですけれども。まあ、ユニット数的には、まあ結構な数いますけれども、さあここでどういくんですかね。バーバリアンキングの動きに注目していきたいですけれども、いいですね。いい動き方ですけれども、ジャンプの呪文がもうすぐ切れますね、これ。ジャンプの呪文、切れましたね。さあここでどうでしょうか。相当なターゲット取られてますけれども。さあここでパーセント的には非常にいいんですよ。さあここで、いやここはネクロマンサーが死んで、あ、1体ですけども、ここでアーチャークイーンがターゲット取られてますね。17ですと、ここでダンホールのターゲットが取れない、惜しいちーということで、ハルパパさんお疲れ様でした。まあ今回ですね、あ、ちょっと結構チャット結構盛り上がってましたね。いやー、まあちょっとこれはまあ何て言うんでしょうね。いや、まあ、私がね、ここで、ここはこうした方がいいみたいなね、ドヤ顔で言ってもですね、まあ、そんな説得力ないので、まあ、今回はですね、まあ、そのハルパパさんの、ライブリプレイを実況して、させていただけるということで、非常に、まあ、新しい気持ちでね、やりましたけれども、ということで、今回は、ハルパパさんの実況をしてみたという動画でした。ご視聴ありがとうございました。